新型スープラとそのライバルになる、モデル1台はポルシェ718ケイマン、今回は GTS でしたね。それと BMW M2、こちらをね揃えて比較したわけですけども、まずはね718ケイマン、まあ、このセグメントのベンチマークだと思うんですが、もうまさにね乗った感じもそういうところありましたね。とりあえずハンドリングがやっぱりものすごく素直、シャープとかそういうのよりかも正確性がね際立っていると。でミッドシップならではの回答性もあるんですけども、それをね無理やりシャープにするんじゃなくて、その素性の良さみたいなところがすごく際立った走りですよね。エンジンはね、まあ4気筒になって、2.5 リッターのターボということなんですけども、これもね、まあ、出た時には4気筒、なかなかちょっと厳しい思いもあったんですけどね、音とか振動とかで。でもやっぱり独特のキャラクターを持ってるし、パンチもあるし、あのぐらいね GTS ぐらい速くなると、あのビート感もねなんか整合性があるというか悪くないなという気がするんですよね。だからそういうことも含めてやっぱ718はね、まあ、このセグメントのベンチマーク完成度高いなと思いました。そして BMW M2 ですね、こちらは、なかなかの暴れ馬ロデオだなと思いながら乗ってました。平滑な路面サーキットとかね、そういうところではすごくいいドリフトコントロール性もしやすいみたいな、いいスポーツカーだなと思ってるんですけども、今回ね走ったような荒れたワインディングロード、一般道ではね、かなりこうタイヤが路面から離れてしまう瞬間がいっぱいあってね、なかなか乗りづらいな正直というところがありましたね。まあショートホイールベース、ワイドトレッド、タイヤ太い、まあね、そして可変ダンピングはないんですよねあの車ね、まあそれもあって、まあそういう風になってしまうのは仕方がないかなというところではあったんですけども、公道で、まあワインディングロードで楽しむというのはなかなかねスリリングだなという感じがしました。ただ直六のエンジンはやっぱ気持ちいいですよね、そこはねやっぱ魅力的で、まあ、思わず踏んでしまうと、まあ、そういうところがありましたね、はい。そしてスープラなんですが、まあ、これらの中でねまず実力としてはもう本当にねこう肩を並べるレベルというかね、まさにいいライバルになるなというのはねまず第一印象ですよね。そしてそれはね実力のレベルが高いというだけじゃなくて、固有のキャラクターをしっかり持ってる、そこがいいですよね。一番最初はね快適性の高さを感じたんですが、それは単に乗り心地がいいというんじゃなくて、とにかく路面追従性が高いんですよね。何があっても路面から足が離れない、まあ、M2 と比べるとねもう、まあ、正直運転の差だなこれはというぐらい、なんだこれはというぐらい、スープラ乗るとスープラはもう本当に路面にね足がくっついてる、いいなと思いながらね走らせてましたね。それでいての、まあ、乗り心地の良さというと、まあ、あとは、まあ、そのショートホイールベースで、ね、ワイドトレッドで、タイヤ太くてっていうのはね M2 とそんなに変わらないじゃないかと思うんですけど、まあ、その追従性の良さとか乗り心地、まあ、ピッチング感のね少ない乗り心地なんかは、まあ、やっぱ足がいいんだな一つにはというのと、まあね、可変ダンピング、モンロー製のダンパーを含めたその辺のセットアップもいいんでしょうし、やっぱねボディの剛性感ものすごいんで、やっぱこれも効いてるんだろうなというふうに思いました。で、まあ、そのスタビリティを持っていることと、ね、まあ、それを生かしてですよね、低重心と50-50の重量配分そこにねプラスすることでものすごくシャープな動きをします。とは言ってもなんかこうステアリングレシオだけが速くてねピュピュッと動くというだけじゃなくて、切った通りしっかり曲がってくる、そこにねシャープさがあって危なげないんだけどシャープだから、まあ思った通りに本当に動くんですよね。で実際の重量以上に軽く感じるフットワーク、これはねもう独特の味だなと思いました。かといってそう、まあ、スタビリティがあるので扱いにくさはなくて、まあ、むしろねこう340馬力もあるエンジンをね思い切りアクセル踏んでっても、まあ、懐深い感じすらする、まあ、その辺にはねスープラらしい味わいがあるのかなと。あとは直六のエンジンですよね、こちらもね、まあ、気持ちよさはもう文句のつけようがないと
まあ、トップエンドで、まあ、若干ね伸びが鈍る感はあるんですけども、発足 AT の切れ味含めて、まあ、すごく満足いけましたね。そのパフォーマンス、フィーリングという面でもこのセグメントでねスープラいいじゃないと思わせるものがあったなと思います。はい、今回の3台のスポーツカー、どれもねそれぞれに際立った個性を持ってましたよね。ポルシェはやっぱりベンチマーク、そして M2 は結構やんちゃですよね。そしてスープラはといえば低重心が生きた素晴らしくクイックなハンドリングと、高いスタビリティ、こういうことが言えるんじゃないかなと思います。まあ、スポーツカーファンにとってはね新しく魅力的な選択肢の登場と言っても間違いないでしょう。